東松山市の原爆の図丸木美術館が所蔵する画家の故丸木位里俊夫妻の連作原爆の図、一昨年から行われていた第一部の幽霊の修復作業が終わり、明日から一般公開が再開します。画家の故丸木位里俊夫妻が原爆直後の惨状を描いた15部の作品原爆の図。丸木美術館ではこのうち一部から14部を所蔵展示しています。作品に劣化や虫食いなどが見られたことから、おととし12月に第一部の幽霊の修復を愛知県立芸術大学文化財保存修復研究所に依頼し、今日1年半ほどの修復作業を終え、美術館に戻り展示されました。幽霊は縦 1.8 メートル、横 7.2 メートルの大きさで、原爆が投下された直後の広島が描かれています。修復では、枠の木に歪みがあったため、枠の付け替えをした上で、虫食い部分の補修や表面の汚れを落とす作業をしたということです。また、第2部、火を修復するため、今日、愛知県立芸術大学に送る作業も行いました。2つの作品の修復費用は原爆の図保存基金の寄付を充てていて、美術館では所蔵する残りの12作品の修復も寄付のめどが立てば検討したいとしています。原爆の図第一部幽霊は明日から東松山の丸木美術館で一般公開を再開します。修復をすることによって、より長いスパンで原爆の図を皆さんに見ていただけるという安心感はすごく感じています。原爆の図のために作られた美術館なので、絵を守って少しでも長くいい状態で未来の人に手渡していくというのは大事な使命だと思っているんですね。ですから寄付の呼びかけ、多くの方のご支援も含めて、丸木美術館としてこれからも原爆の図を守っていきたい、伝えていきたいということを感じています。